ルーマニアは東、ヨーロッパ、バルカン半島東部に位置する共和制国家。首都はブカレスト。南西にセルビア、北西にはハンガリー、北がウクライナ、北東をモルドバ、南にブルガリアと国境を接し、東は黒海に面している。国土の中央をほぼ逆 L 字のようにカルパティア山脈が通り、山脈に囲まれた北西部の平原のトランシルバニア、 ブルガリアに接するワラキア、モルドバに接するモルダビア、黒海に面するドブロジャの四つの地方に分かれている。同国は多種多様な民族によって形成された国家で、あると言って過言ではない。ルーマニアの住民は、紀元前からこの地方に住んでいたトラキア系のダキア人と、2世紀頃にこの地方を征服した古代ローマ人、7世紀から8世紀頃に侵入したスラブ人、 9世紀から10世紀に侵入したマジャール人、その他にトルコ人、ゲルマン人などの根結や同化によって重層的かつ複合的に形成された等と現実される複合民族ロマーニが約9割を占めるの起源については諸説ある。そして少数のマジャール系の成形人やロマ人なども住んでいる。なお、ルーマニアという国は言語的には公用語が ラテン語起源のルーマニア語で宗教的には東方教会系のルーマニア正教会が多数派である。それに対しポーランドの方は同じ東欧といっても言語的にはスラブ語派に属するポーランド語が主に話されており宗教的には西方教会のカトリック教会が支配的である。つまりルーマニアとポーランドは東欧において言語的にも宗教的にも 公体称の存在となっている。正式名称はルーマニア語でロマーニア、ロムニ a 原音により忠実に金表記するとロムニアが近い。国名の由来はラテン語でローマ人の土地という意味の表現。ハンガリー語の表記はローミニア、ローマニー。かつて英語ではルーマニア、ドイツ語ではルメニアン、フランス語ではローマニエと表記するなど、 現地の発音とは一つ目の母音からすでにずれた表記が流通していた。近年では現地の表記に双方向で修正される動きもあり、例えば英語での公式表記はロマニアとなったが、英語はロマンス書語に表記だけを似せても発音はローメニーとなり、あまり参考にならない。日本語の表記は昔の英語式の表記に影響を受けたルーマニアとなっている。漢字表記は ルーマニア、緑マニ、ラと略される。中国語も同じく、ローマニアと表記する。独立してからの日本語での正式名称は、以下のように変遷している。現在では生態を指す、共和国は含まない国名が正式名称となっており、ルーマニア共和国という表記は誤りである。古代だけや、ブラド・ツェッペシュ古代には、下体人と呼ばれる民族が居住していた。 紀元前513年、イストロス川の南デゲタイ人の部族連合が大キ大戦役中のペルシアオーダレーオス一世に敗れた。約600年後、ダキー人はローマ帝国への侵攻に起こったローマ皇帝、トライアノスによる二度の遠征に敗れ、ローマ帝国の領土となった。その王国の四分の一は、ローマ領となり、ローマ帝国の属州、ダキアとなった。 現在の国名もその時の状態であるローマ人の土地を意味する。国家の歌詞にトラヤノスが登場するのはこうした経緯からである。238年から258年にかけてゴート人とカルピー人がバルカン半島まで遠征した。ローマ帝国はドナウ川南まで交代し、以前の俗領上もエシアの一部に新しく俗領を、ダキアを再編した。 271年、かつてのダキアに、ゴート人の王国が建てられ、4世紀終わりまで続いた。後、フン人の帝国にオンされた。中央アジア出身の遊牧民族が入れ替わり、ルーマニアを支配した。ゲッピード人、アバールがトランシルバニアを8世紀まで支配した。その後は、ウルガール人がルーマニアを領土に収め、その支配は1000年まで続いた。この頃の資料には、 ペチェネグ人、クマ人、ウゼ人への言及も見られる。その後、13世紀から14世紀には、バサラブ一世によるワラキア公国頃ドラゴシュによるモルダビア公国の成立が続いた。中世には、ワラキア、モルダビア、トランシルバニアの3公国があった。完全な独立ではなく、オスマン帝国やハプスブルク家の支配下にあった。 ワラギアとモルダビアは15世紀から16世紀にかけてオスマン帝国の属国であった。モルダビアは1812年東部のベッサラビアをロシア帝国に割上した。北東部は1775年オーストリア帝国領土となり、南東部のブジャクはオスマン帝国領であった。トランシルバニアは11世紀にハンガリー王国の一部となり、 大い継承により1310年以降安住化、後にハプスブルク家領となったが、1526年にオスマン帝国の続国となった。18世紀には再びハプスブルク家のハンガリー王国領となり、第一次世界大戦の終わる1918年までその状態が続いた。ルーマニア国土の変遷。濃い緑がその時代の領土、薄い緑が ルーマニアが領有したことのある地域。1859年にワラキアとモルダビアの公主が統一され、1861年、オスマン帝国創主下の自治国として連合公国が成立した。1877年にはロト戦争に乗じて完全な独立を果たすため、独立宣言を行った。1878年、ベルリン会議で国際的に承認され、 ルーマニア王国が成立した。第一次世界大戦では中央同盟国に攻め込まれ一時屈服したものの、組下連合国が勝利したことからトランシルバニアなどを併合して領土を倍増させた。同じ1918年ベッサラビアを回復したが、これは1940年に再びソビエト連邦に占領され、最終的に活場することとなる。第二次世界大戦が始まると、 ソ連はベッサラビアなどルーマニアの一部を占領した。国民は列強の領土活動に対して無意無策であった国王カロル2世を批判し退位させた。ルーマニアはドイツにつき数軸国側として参戦した。この参戦によりソ連が占領した地域を回復した。しかしドイツ敗退により再度ソ連に侵攻され1944年8月の政変で 独裁体制を敷いていたイオン・アントネスク・ゲンスイラオやドイツ派を逮捕して連合国側につき国内のドイツ軍を壊滅させた後にチェコスロバキアまで戦線を拡大し対ドイツ戦を続けた戦後はベッサラビアとブコビナをソ連に割上させられソ連軍の圧力により社会主義政権が樹立した王政を廃止し1947年に ルーマニア人民共和国が成立した。しかし、ニコライ・チャウシェスクの独裁政権のもと、次第に、他の東側諸国とは一線を画す、自主独立路線を唱え始め西側との結びつきも強めた。1989年、ニコライ・チャウシェスクの独裁政権が打倒され、民主化された。2007年1月1日に欧州連合に加盟した。加盟に際しては、 改革が不十分であるとして、欧州理事会によって再審査されたが、加盟後も改革を続行するとして承認された。2007年の欧州連合の拡大。黄色で表示されている国が新たに加盟したルーマニアとブルガリア。現在の政体は大統領を国家元首とする共和制国家であり、国民から直接選挙で選ばれる大統領と、 議会から選出される首相が行政を行う反大統領制を採用している。大統領は任期が5年である。立法権は二院制の議会に属し、会員は定数332人、上院は定数137人で、両院とも任期は4年。司法権は最高裁判所に属している。2004年には北大西洋条約機構に参加。 2007年1月に欧州連合に加盟した。2006年6月30日、ルーマニア最高国防評議会議長を兼任するバセスク大統領はタリッチアヌ首相が29日にイラク中流部隊の年内撤退計画を発表したが、同評議会が同計画を拒否したことを明らかにした。同大統領は熱烈な新米政治家として知られ、 外交政策がある日突然変わってはならないと、タリチアの首相を批判した。2007年2月、選挙制度改革を進めようとする大統領と野党が対立。4月19日、権力乱用を理由に、大統領の職務停止案の投票が議会で行われ、賛成多数で可決された。4月20日、ルーマニア憲法裁判所は、バセスク大統領の職務停止を決定。 バカロユ上院議長が大統領代行に就任した。1ヶ月後の5月20日にバセスクの弾劾の可否を問う国民投票が行われたが、結果は弾劾の否決であり、バセスクは大統領職に復帰した。大統領が議会から弾劾されたのも、大統領が国民投票で弾劾の可否を問われたのも、弾劾が否決されて大統領が留任したのも、 ルーマニア史上初のことであった。2016年2月、コメルさんとは、ヨハニス政権下の同国が、隣国モレドバの政治危機に乗じて、両国の統合を目指し、そのための働きかけを強めていると報じた。2017年、ルーマニア反政府運動が起きた。なお、ルーマニア国内では、旧王家が王室を称して、公的活動を積極的に展開している。 旧王家の家督は、ルーマニア王冠守護者の称号と、陛下の継承を自称し、ルーマニア社会では、後半に認められている。現在の家督は、マルガレーター・ロムニエー。2018年10月29日、旧王家を軸とする国家的価値推進機関、国王ミハイ一世の創設に関する法案が会員を通過した。この法案には、 特権を付与して王室を制度化するものであるとする意見論もある。中日ルーマニア大使館中ルーマニア日本大使館過失を求めています。2010年2月4日、アメリカのクローリー国務次官補はルーマニア政府が地上発射型迎撃ミサイル SM-3 の配備に同意したことを明らかにした。これはバラク・オバマ政権が進めた イランの弾道ミサイルの脅威に対処するための新たな欧州ミサイル防衛計画に参加したことになる。この件においてアメリカは同計画の参加国が南欧に広がったことを歓迎している。また2009年10月にはポーランド政府が新 MD 計画へ参加する方針をルーマニアが表明していたことが報道されている。ルーマニアの県ルーマニアの地方行政は41の 県と首都ブカレストに区分されて行われている。また、同国の県は、コマナあるいはミューニセピなどと呼ばれる小規模の自治体に分かれている。ルーマニアの地図西のセルビア、南のブルガリアとの間におけるルーマニアの国境は基本的にドナウ川を境界としている。モルドバとの国境線であるプルト川もドナウ川と合流し、東に位置する国会に注ぐ。 ドナウ川の河口は三角州となっており、生物保護区となっている。これらの自然国境は、それぞれの川の流路変更によって変化する。また、ドナウデルタは年に2から5平方キロメートルずつ面積を増やすため、ルーマニアの領土面積はここ数十年、増加の傾向にある。1969年に23万7500平方キロメートルだった。 総面積は2005年には238,319平方キロメートルとなっている。ルーマニアの地形は34%が、山地33%が、丘陵地33%が平地である。国の中央をカルパチア山脈が占め、トランシルバニア平原を取り囲んでいる。カルパチア山脈のうち14の山は2000メートル級であり、 最高峰のモルドベアル山は2544メートルである。カルパチア山脈は南の丘陵地帯に続き、さらにバラガン平野に至る。IMF の統計によると、ルーマニアの2013年の国内総生産は約1889億ドルである。2016年の一人当たりの名目 GDP は11859ドルで、世界平均より少し高い程度だが、 バルカン半島の旧社会主義国ではクロアチアに次いで高い。ルーマニアは伝統的に農業国であり、第一次産業人口が人口の42.3%を占める。一方で、社会主義時代に計画経済の元工業化が進められた結果、2014年現在では、鉄鋼やアルミニウム、繊維産業といった業種も主要産業となっている。その他、 17世紀から続く、モレニユデンが知られるように、ルーマニアは産油国であるが、今日ではその規模は限られている。1961年から2010年までの人口動態グラフ住民は、ロムニが89%、マジャル人が6%、ロマ人が2%などである。その他には、セルビア人、ウクライナ人、ドイツ人、トルコ人、タタール人、 スロバキア人、ブルガリア人、ロシア人、ユダヤ人、の外族などが居住している。ルーマニア人は古代のダキア人と植民したローマ人の根血だとされているが、異論もある。マジャル人の多くはハンガリーとの領有権問題を抱えるトランシルバニアに居住している。公用語はルーマニア語である。ルーマニア語はロマンス諸語の一つであり。 古代ローマ帝国で話されていたラテン語の方言が変化したものである。その他、ハンガリー語、ドイツ語、フランス語なども使われている。2011年の調査によれば、キリストのリマサ教会の一派ルーマニア正教会が81%、プロテスタントが6.2%、カトリックが5.1%、その他が1.2%、無宗教が0.2%、 無効データが6.2%である。統計2015年を例にとってみると、ルーマニアでは12万5000組長の婚姻が登録された。そのうち18.2%は25から29歳の男女であり、14.3%は20から24歳の男女である。2015年の統計では、婚姻時の女性の平均年齢は29.1歳で、 男性の平均年齢は32.5歳であった。離婚数は2015年には3万1527件であり、この年は前年比で15.9%増加した。行政的な結婚と宗教的な結婚ルーマニア政府はルーマニア国民がそれぞれに住む地域の市役所で行う結婚式のみを法的に認知している。したがって多くのカップルが 市役所での結婚式を終えた後に、改めて宗教的な結婚式を行うことを選ぶ。なお婚姻の際には、自己の性を用い続ける、相手の性を用いる、相手の性を付加する、のいずれかを選択できる。同性カップルの位置づけ2019年時点で、ルーマニアでは、同性婚を新たにすることは、法的には認められていない。ルーマニアは、外資といえば、 LGBT などに関しては保守的である。LGBT などの人々はルーマニアでは社会的な障壁に直面することになる。ただし2000年以降にかなりの変化も見られ、この20年ほどの間にホモフォビアやそれに関連するヘイトクライムを禁止する法律が成立してきている。7歳から14歳までの8年間の初等教育と 前期中等教育が義務教育であり、無償となっている。主な高等教育機関としては、ブカレスト大学などが挙げられる。ルーマニアの死亡率はヨーロッパで5番目に高く、人口10万人あたり691人であり、他の EU 加盟国に比べて、外的要因及び感染症や寄生中症による死亡者が多く見られる。 2004年のルーマニアでの主な死因は、心血管疾患であり、ついで悪性腫瘍、消化器疾患、事故、負傷及び中毒、呼吸器疾患と続く。総人口の5分の1が、伝染病、または慢性疾患に苦しんでいると推定されており、2015年の伝染病による死亡率はヨーロッパで4番目に高かった。 現在ルーマニアは深刻な野犬の問題に直面しており、全国で推定200万匹が野放しになっている。2005年において、同国内で2万人以上が犬に襲われる被害を受けている。そのため当局は駆除に乗り出そうとしているが、動物保護団体の激しい反対に相対策は進んでいない。2006年1月7日、 動物愛護活動家でもあるフランスの女優のブリジット・バルドーが声明を出して駆除計画に抗議、ルーマニア当局を非難した。同年1月29日、日本人男性がブカレストで野犬に噛まれて失血死する事件が起きた。同国はアメリカの情報誌であるグローバル・ファイナンスが発表した最も治安の良い国ランキングによると24位となっている。だが、 首都ブカレストに危険地域に指定されている区域が存在することや都市開発から取り残された貧困層が多いことから生活苦などによる犯罪が正規している状態が続いており今も問題とされている面を持つために現地を訪れる際は十分な注意が求められるルーマニア警察の発表によれば犯罪発生数がピークであった2012年から2018年には 約28%減少しているものの、すりやひったくり、おきびき、車上狙い、自動車盗難等の路上犯罪が後を絶たない状況が続いている。2015年時点での民主主義指数では、167カ国中59位にランクされており、中央、または東ヨーロッパの他の国と同様に、欠陥のある民主主義国家と称されている。詩人 ミハイエミネスク有名な吸血鬼ドラキュラは15世紀のワラキア公であったブラド・ツェペシュンがモデルになったとされている。ウィッチクラフトが数世紀の歴史を持ち、現在も魔女やマジナイ師、占い師として生計を立てる人々が多く存在する。魔女としてお金を得ている者らからも調税するために2011年1月1日に労働法が改正され、魔女が 職業として認められることとなった。それ以降、魔女たちは役所で営業許可を得て魔女として登録する必要があるほか、占いが外れると罰金が課されたり、逮捕されたりしてしまうようになる可能性もあるという。ルーマニア料理は他のバルカン諸国の料理と比べ、トルコ料理の影響が小さい。19世紀に活躍した詩人として、ミハイエミネスクは特筆される。 地域ごとに様々な伝統音楽の形式が存在する。また、ロマの音楽も盛んである。ルーマニア国内にはユネスコの世界遺産リストに登録された文化遺産が6件、自然遺産が1件存在する。この他、伝統的祭日として3月1日の3月祭がある。これはバレンタインデーに似た祭日である。花の他にペンダントヘッドやブローチなどを 男性から女性に送る。紅白の細い糸を寄って作った小さなリボンをプレゼントに結びつけるのが習わしとなっている。ナディアコマネチ時代が変われど伝説として語り継がれるような存在であり、ルーマニアでは国民的英雄となっている。現在はルーマニア体操協会の名誉会長、ルーマニアオリンピック委員会の名誉委員長などを務めるほか多方面で活躍している。 他のヨーロッパ諸国同様、サッカーが盛んである。サッカールーマニア代表は、競合とは言えないが、競合に強い、大物食いとして知られており、ゲオルゲ、ハジ、ゲオルゲポペスク、クリスティアン・キブ、アドリアン・ムトゥ、チプリアン・マリカなど名の知れた選手が多い。サッカーに次いで人気となっているのがハンドボールであり、世界男子ハンドボール選手権では4度の優勝を果たしており、 2015年にフランスに抜かれるまでは最多優勝国であった。ラグビールーマニア代表はワールドカップの第1回大会から8回連続出場中である。女子体操競技においては、ナディア・コマネチ、またシモナ・ーマナール、アンドレア・ラ・ドゥカンなどの五輪金メダリストを多数輩出してきた世界屈指の競合国である。コマネチは1976年のオリンピックで、 完璧な演技を見せ、オリンピック体操競技史上初の10点満点を獲得し、世界中の人々を魅了した。その容姿やトレードマークの白いレオタードから彼女は、白い妖精の愛称で呼ばれていた。伝統的な競技として、レスリング形式のスポーツのトレンタが開催されている。なお、現代風の格闘技を愛好する人々もそれなりの数がおり、 例えば K1 で活躍中のダニエルギタもルーマニアの選手である。スキージャンプ場に関してはラシュノフジャンプ競技場が最近になって完成したことが明かされている。ありがとうございます。